探してた君のことをずっと彷徨ってた君も僕も長い道を越えて越えてきたよ。もう二人離れることはないさ。 暖かい光僕の隣で眠ってる君を見つけたよ。君を見つけたよ。ありがとうございます。 個人的にテーマがありましてですね、いつもこう歌ってる時こう、なんだろう、歌詞を飛ばしちゃうもんで、目をつむっちゃうんですよね。今日はなるべく目を開けて歌おうと思ったら、やっぱ飛びますね、詞がね。はい、ということで、 街を歩いてた時、夢の中にしかいない君が長い髪風。
説明っていうのもあれだけど、ご理解いただくために前振りがあります。恥ずかしいんですけれども、前振りを、じゃあ読ませていただきます。この間、一回りほど年の離れた先輩のところに、まあ、遊びに行った時の話なんですけどね、僕がこう椅子に座ったらですね、目の前にお土産らしきものが置いてあったんですね。先輩が、あ、それお土産に。まあ僕が、あ、ありがとうございます。どこ行ってきたんですか？いや、富士山を見に行ったんで。富士山ですか？よかったですか？ああ、よかったよ。天気も良かったしね。ああ、それは運が良かったですね。やっぱ富士山って天気次第ですよね。まあそれで、まあ富士山ももちろん良かったんだけど、あの、こう他にね、パワースポットがいろいろあるんで。パワースポットですか？それはどんなところですか？まあ俺が行ったのはね、並木道。並木道を歩くと心の奥に封印してあるような記憶が蘇ってくるって言われてる。でどうだったんですか？あ、まあ俺はてっきり昔好きだった女の子が浮かんでくるのかなと思ったんだけど、もっとね昔の幼い頃の家族でのお出かけの記憶ばっかり思い出すんだよね。まあ当時両親も若くて、あのもう幼い俺親父がこう、まあ、肩車してるわけだ。まあ考えてみたらそのまま割と幸せだったよね。なんかいい話っすね。自分だったら何を思い出すのか、なんか興味ありますね。まあ私がそう言いますと、先輩が近づいてきて耳元でささやかです。じゃあ今度君も行ってみる。次の子も太陽が落とす並木道の長い影、縞模様になった道が遠くへ続く。ずっとずっと遠くへ続く。歩き続ける意味など誰も答え
色あせたセピア色の幸せな日に楽しげな懐かしい笑顔が見える懐かしい幻が中でこのバックボーンを出来上がっていってみたいな感じですかね。はいはいはい、その歌詞の中にもあったんですけれども、ま、この歌を、ま、作りながら考えていらっしゃると思うんですけど、どんなことを思い出しながらプラプラと歩いてみたいですか。どうだろうね。なんかそう言うと恥ずかしいから言えないよ。確かにね、あのね、いろいろ封印してあると思うから。ああ、そうですよね。確かに、人前で恥ずかしいことかもしれないですね。ぜひ、行ってみて、どんなことを思い出したか、ぜひまた聞きたいんですけど、行く予定はありますか？行ってみたいと思いますか？ああ、まあ行ってみたいです。はい、はい、じゃあぜひ、ね、行ってみた際にはですね、またどんなことを思い出したか、ぜひお聞かせ願いたいと思います。はい。本当にありがとうございました。真矢之助さんでした。ありがとうございました。さあさあ、まあ、もう東海地方も梅雨に入ってしばらく経ちますけれども、皆さんね、まあ、雨の日、どういうふうに過ごしていらっしゃいますでしょうか。まあ、僕はですね、もっぱらやっぱり映画館とか、まあ、お家で DVD とか、まあ、そういう歩きたいことが多いんですけれども、
今日はですね、ぜひ皆さんですね、おすすめの雨の日の過ごし方とかも途中で聞けたらなと思いますので、ね、その演奏の途中のトークで入れていただいても結構ですし、もしね、入れる余裕がなかったら後ほど僕からお聞きすることもあるかもしれませんので、ぜひね、皆さん考えておいていただけると嬉しいなと思います。今回なんですけれど、まあ、一番最初にも、ちょっとお知らせしたんですけど、10組が今日エントリーされているんですけれど、ちょっと、まあ、時間が余ってしまいそうでしたらですね、途中で小休憩とかも挟んでいって、皆さんのトークを楽しんでいただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、もうしばらく準備を変えそうなんですけど、まあ、雨の日トークちょっと雨の日、僕の雨の日トークをしたいなと思うんですけれども、まあ、こう雨が降るとですね、最近まあよくバイクに乗るようになったので、いろんなところ行きたいんですけれど、なかなか行けないということで、まあ、バイク用品店にしか行けないんですけど、あ、準備できたようなので、あ、もうちょっとですか。なかなかそのいいグローブをまず見つけようかなと思って、以前このライブで、まあ、バイク乗るよっていう話をした時にですね、まあ、とにかくグローブとブーツ、履物はいいのを揃えておけというふうにアドバイスをいただきまして、ね、グローブをよくあさりにバイク屋さんに行ったりするんですけども、なかなかね、よくて、まあ、ちゃんと守れて、なかなかお値打ちなグローブっていうので、なかなか見つけられなくて、まあ、ぜひ、バイク乗ってらっしゃる皆さん、ぜひ、ね、僕におすすめのグローブとか教えていただけたらなって思うんですけど、噂によると、あれですね、小指と薬指がもう繋がったタイプのグローブがより安全だみたいなことをお伺いしたので、まあ、そういうのがぜひあれば。いいなと思うんですけど、特にこれからの時期蒸れるんで、やっぱりメッシュ素材とかがいいのかなっていうのを考えながら、プラプラバイク屋さん巡りで、バイク屋さん、バイク用品店巡っている今日このものでございます。ぜひ皆さん、最後に少しだともお寄せ願いたいなと思っております。もうしばらくね、準備かかりそうなので、10組ということもあって、アットホームな感じでやっていければなと思いますので、はい、ぜひ皆さんね、ステージに近い席に来ていただいて、まあ、トークも、そして美味しいご飯を、ね、楽しんでいただけたらなというふうに思います。今日は最初からお料理もすぐ出る状態ですので、はい、ぜひね、バンバン、ね、お料理のオーダーもしていただけたらなっていうふうに思います。綾之助さん急に振って申し訳ないんですけど、アルマジロで自分の綾之助さんが一番好きなメニューって何ですか。フライドポテト、あとオニオンリング、すごい、なんか皆さんね、これまで頼んでるのを僕チラチラ見たりする、はい、フライドポテト、オニオンリング、ね、おすすめという前之助さんの一押しということなので、ぜひね、皆さんよかったらお出してみてください。本当にここのメニューとても美味しそうで、僕はちょっとお仕事をしているというあれで食べれたことがないんですけれども、本当美味しそうなメニューばかり揃っていますので、ぜひ皆さんお料理をお出しいただけたらなと思います。 OK、 そうですね、はい、それでは準備ができたようなのでご紹介したいと思います。大曽根フォークビレッジリターンさんです。よろしくお願いします。こんばんは。
大曽根ホープビレッジターンズとベストフレンドってことですよね。はい、よろしくお願いします。で、今日も3曲ほどよろしくお付き合いください。Thank you.
次の曲はちょっとホークソングからちょっと外れまして歌謡曲の方に行ってみたいななんて思ったりするんですが、今そこで合わせました。初めて3人で合わせて、僕はこう見えて結構トシちゃんとかマッチも結構好きだったりして、今日はマッチの愚か者という曲をここでやってみたいなと思うんですが、うまくいくかどうか分かりません。今始めましたので、初めて合わせてね、はい。
ください。ありがとうございます。もっと出してくればよかったりね。感じですよね。ここちょっと MC 変わります。はい、お願いします。なんかね、僕らの高校って、いいのね、誰でも行ける高校なんですよ。県立高校なんですけど、某普通科高校なんですけど、僕らが内申点というのがあったんですよね。で、大体、3と4と5がいろいろあったりすると、入れるような学校なんですけど、今、1、2で行けそうです。ね、長崎が入れるんですね。今ちょっと制服が変わりましたね、少し。昔に比べてね。で、何年か前に水没しました。でしてね、ちょっと学校の名前で言えないんですけど、僕の義理の叔父は校長です。富田教頭だったです。義理の叔父でした。嫁さんがなんと結婚式でびっくりしました、私。って感じです。はい、じゃあ最後の曲になります。高校の時懐かしいね、本当に。僕はあまり喋ったことがなかったんですよ。ですけど、こうやって一回今回させて、一緒させていただいて、本当に嬉しいです。また機会があったらよろしくお願いします。じゃあ最後の曲、筧さんのリクエストから、激しい雨。最後のページはいつも涙で
もう本当に久しぶりの再会という。じゃあその間、その牛丸さんもずっとギターを続けてらっしゃったんですか？なるほど、なんか別のライブハウスとかでも演奏とかは。いや、もう通りでなんかね、もうすごい、いや、その演奏もです。もうプロですね。僕、今まで、ちょっと存じ上げなかったので、本当申し訳ないんですけれども。いや、もう本当に。裏街道で演奏されて、この後もまた続けて出演していただくんですけど、はい、演奏していただけるということで、では早速ですね、準備の方よろしくお願いいたします。オードリー・フォーク・ビレッジ・リターンズ with ベスト・フレンズさんでした。ありがとうございました。さあ、続いてですね、先ほど、ご紹介したんですけれども、牛丸健二さんに続けて、出演していただきますので、ここで準備していただこうかなというふうに思います。さあ、ですね、この後ですね、牛丸健二さんの後、上園明人さん、クラウドさん、倉地時夫さん、鎌田さんと、続くんですけれども、予定ではですね、クラウドさんの演奏が終わり次第、ちょっと休憩を挟もうかなというふうに、考えております。皆さん、よろしくお願いいたします。さあさあさあ、今日ここに来てですね、なんかちょっとイメージ違うねというふうに、まあ、いろんな方から言われたんですけれども、まあ、おそらくヒゲのせいだろうと、いうふうだったんですけれども、はい、私ですね、今ちょっと、ヒゲを伸ばしてまして、まあ、なぜかと言いますとですね、まあ、ちょっと印象を強くできるようになんか外見していこうと思いました。はい、まあ、僕こういう MC のお仕事とか、普段ラジオ局の方で AD とかしているんですけれども、お前とにかく全然なんか外見目立たねえな、普通だみたいなことをよく言われてですね、まあ、ちょっとこのままじゃない外観なんで、ちょっといろいろ変えてみようと思いまして、まあ、今ヒゲを伸ばしている次第でございます。ただ顎の丸めといいますか、真ん中の部分がちょっと僕生えてこない体質で、ちょっと今はまだ見そこらしい感じになっているんですけれども、はい、皆さんのヒゲ育毛法などありましたら、ぜひ教えていただきたいなというふうに
してるんですけれどもしょうがなく今あのニット帽をかぶって日々過ごしております。はい、はい、準備の方はよろしいでしょうか。はい、すいません、ちょっとね、私の変な話ばっかり、はい、ご紹介したいと思います。牛丸健二さんです、よろしくお願いします。こんばんは、牛丸と言います。変わった名前なんですけど、ね、この名前はですね、高山とか上の神岡っていうところなんですけど、そっちに行くと伊藤さん、佐藤さんぐらい普通にあります。不思議な名前なんですけど、じゃあ今日はちょっと皆さんにとってもちょっとインストリメントで3曲ばかり聴いていただきたいと思います。じゃあ最初にディズニーの星に願いをという曲を演奏したいと思います。ジャズのライブがあったり、ソロで読むとかで聞いたりとかしてます、それではじゃあジョージ・ガーシュウィンのサマータイムThank you.
に聞いていただきました。じゃあ最後に何を聞こうかな。ちょっとエリック・クラプトンの曲を聞こうかなと思います。チェンジ・ザ・ワールドの曲は知っていますでしょうか。それをちょっと歌なしでインストでやります。聞いてください。ありがとうございました。牛丸健二さんでした。さあ続いて登場してくれるのが上園明人さん、そしてクラウドさんと続きます。準備の方よろしくお願いいたします。さあ牛丸さん、もう一度インタビューさせていただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございました。ジャズを演奏されているということで、ジャズは始めて何年くらいになるんですか。ジャズは始めて、そうですね、30年もうギターを始めてからずっとジャズで、そうでもないんですけど、ジャズも大好きで、はい、本当にやり始めたのは、まあ、20年ぐらいですね。20年ぐらいジャズをやれてるということで、なんか尊敬されてるアーティスト、なんか影響されたアーティストっていらっしゃいますか。ジョーバスが好きです。ジョーバスが好きだということで、なんかこの曲が一押しっていうのはありますか。ジョーバスですか。この曲っていうか、ジャズのスタンダード全般が、うん、曲が好きですね。はい、はい、なるほど。一番最後のチェンジ・ザ・ワールド、すごい僕もよく好きで聴いているんですけれども、やっぱジャズ調になるとちょっとまた変わった感じで、インストだと特に歌詞がないので、それ聞き入っちゃいますね。僕も今聴いていて、もうなんか質問考えるのやめようかなっていうぐらいすごい聞き入っちゃってて、はい、いや、もうとても素晴らしい演奏、本当にありがとうございました。ぜひまた
アルマジロで演奏していただけたらと思います。はい、牛丸健二さんでした。ありがとうございました。有名人、石丸さん有名人ということで調べさせていただいたんですけれども、有名人でした。NHK のオーケストラも参加されているということで、非常に有名人で大変失礼なことをしてしまったなというふうに、はい、後悔しております。なんかたまに演奏があると、それもそうですね、変わって、雰囲気も変わって、とてもゆったりとした気分が聞くことがいいですね。あ、もう準備待ちながらですか。はい、ありがとうございます。さあ、それでは続いてご紹介したいと思います。上園明人さんです。よろしくお願いします。上園明人です。よろしくお願いします。1曲目、まず戻らない君という曲を聴かせていただきます。これは失恋ソングで、皆さんやっぱり一度は失恋したことあると思うんですけど、失恋とかありますね。ありますね。はい、してきました。ありますね。失恋だらけでした。人間そうですね。失恋して忘れられない思い出あると思いますが、それを思い出したら聴いていただければと思います。よろしくお願いします。
限に消えることない君の思い出僕の心に住み続けている
友と過ごした広い教室、友と過ごした日々たちが月ののように思える。桜が舞う四月の晩、少年何つ胸を弾ませてたのがまるで昨日のことのように思えてしまうが、しかし本当は明日港を離れば慣れ。もうくぐることない、遥か大きな校庭ホール、この子を浮かんだ明日空へと羽ばたく。通い慣れた緩やかな道、海軍した白い流し屋、青春の思い出として僕の心に刻み続ける。みんなで過ごした大切な日々、みんなで過ごした休憩時間、それらはすべて仲間と共に築き上げたがかけがえのない素晴らしい財産だ。今日の日を過ぎると進む道はバラバラだけど、心はつながってる。空もどこでもつながってるから、いよいよこれで僕たち私たちは別々の道を歩んでいくんだね。それらはすべて仲間と共に思い出すだろう、思い出すだろう、思い出すだろう、思い出すだろう。今日の日を過ぎると進む道はバラバラだけど、心はつながってる。空もどこでもつながってるから。空もどこでもつながってるから。タイトルは二人の愛という曲です。これは、まあ、新婚夫婦のことを、まあ、思い描いて作りました。はい、新婚さんだ。新婚じゃないですね。新婚ですか。新婚ですか。違います。そうですね。まあ、だから、まあ、新婚だとその入れたくない。よろしくお願いします。
代の戦場で傷つき青なり仕方れを包んで抱きしめて癒します。おかえりなさい。あらまた疲れたの。休んで戦ってした傷を私は今癒すから。
ちょっと違うんですか、はい、なるほどなるほど。ちなみにこれはいつ頃できた曲なんですか。曲自体は2ヶ月くらいなんですね。で練習を2ヶ月間してもらって披露。なるほど、2ヶ月間練習してようやく今日日の目を浴びるんですね、うん、あ、どの曲も大体はいはい、歌詞を覚えてからって2ヶ月くらいの練習期間ってことですかね。ほんほんなるほど。歴史で披露していただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。上園明人さんでした。ありがとうございました。さあ、で、大丈夫ですか。準備万端ですね。やりましょうか。はい、ご紹介したいと思います。クラウドさんです。よろしくお願いします。キッス、とりあえずこれが今回のチャレンジ曲になりますので。
次は、さっきの、ひょっとして被るに違うかの、ひやひやしたんですけど、大曽根さんとひょっとして被るかの、被らなかったのでよかったなという、フェンスの向こうのアメリカ。石畳の坂を登れば海の見える丘に出た防波堤に当たる波間に俺を呼ぶ声が聞こえた。どんなに離れても決して忘れなかったよ。朽ち果てた俺の家と鉄のフェンス、エリア1の角を曲がればおふくろのいた店があった。白い歯の子に追われて逃げてきた PX から今はもう聞こえない、おふくろの下手なブルース。俺には高すぎた鉄のフェンス。あわよの一言もなく消え失せたの頃、帰りたいホームタウンスイートホームタウンスイート。質問してくれると思います。
春日和の9月の午後レストランの駐車場畳まれた車椅子そばに佇むおばあちゃんだけど迷子も子猫を見たい駆け寄るおじいちゃん彼女の手を引いてドアを開けて店の中を静かにゆっくり席に着く優しい眼差し使い愛ハピネスハピネスハピネス壁際の小さなテーブルでハピネスハピネスハピネス向かい合わせに座り見つめ合う三泊定食二つ壁がオーダー間もなく料理は運ばれて笑顔を見せることはできないけれど彼女の瞳は微笑む力を忘れた彼女の手彼が料理を切り分ける静かにゆっくり足は動き彼女が料理を口にする静かな二人の食事ゆっくりと過ぎる時間色あせることのない二人が気づいた世界ハピネスハピネスハピネス向かいの席の優しい手ハピネスハピネスハピネス素敵な二人のランチタイムHappiness, happiness, happiness.
始まるときにアナウンスさせていただきますので、一旦失礼いたします。